とても綺麗に見える。ここは暁ふ頭公園です。この公園はですね、今までずっと無料の駐車場だったんですね。湾岸エリアで暁ふ頭公園、こういう感じでね、ここはね、海辺だし、まあ、カップルが、まあ、カップルじゃないな、ここはね、釣りとかあとキャンプもできるんですね。火を使っていい公園なんですよ、ここは。こんな感じでね、多分見えないと思うんですけども、夜釣りを楽しんでる方がいます。昼間はね、ここもっと賑わってるんですけど、まあ夜なんでそんな人いませんね。はい、芝生、あ、この歩道もね、できましたね。理想の香りがしますね。静かだ。感じ。はい、僕の車。まあ、釣り人が多いですね。釣りしてる人がかなり多い。まあね、夜公園に来るっつったらもう釣りぐらいしかないからね。ここね、今までずっと無料だったんですけど、有料化されましたね。暁ふ頭タイムパ、タイムズパーキングになった。はい。で、料金は、こんな感じ。30分は、30分無料なんですね。で、最大900円。30分200円ですか。うん。なるほど。まあまあまあ、いつもここ30分ぐらいしか滞在しないんでね、全く問題ないし。はい、ここ入り口ですね。結構入り口狭いんでね、あ、ここにポールがありますね。うん。こんなかっこいい看板も立って、入るときにね、これにぶつけそうになりました。危なかった。で、トイレもありますね。トイレは、リニューアルはされてませんね。特に。昔のままですね。はい、古い。あれ？あれ？あ、こっちはもう変わってないの？なんか、歩道が整備されて、芝生が綺麗になって、あとこう駐車場綺麗になって、駐車場有料化されたって感じですかね。ここ夜車少なくていいですね。